皆さん、こんにちは。2024年1月に死去した写真家の篠山紀信さん。巨匠と言われた篠山さんは生前、ジョン・レノンのアルバムジャケットを担当するなど、世界的に活躍する一方で、国内では数多くの女性芸能人のトップレスやアンダーヘア姿を撮影し、大物芸能人を脱がせることで有名なカメラマンとして知られていました。そこで今回は篠山さんが脱がせた女性芸能人を22人紹介していきます。1、青山千賀子。1人目は女優の青山千賀子さんです。青山さんのデビューは1988年で、篠山さん撮影のもと週刊朝日にて紀信の表紙写真館で表紙を飾ったのがきっかけでした。その後、香港映画にも複数出演しています。イギリスでオーラ相馬社公認ティーチャーの資格を取得し、カラーアドバイザーとしてスクールとサロンを開設。さらにはカラーセラピスト育成講師としても活動しました。ヨガインストラクターの資格も持っています。結婚をきっかけに芸能界を引退し、現在はカラーセラピストとして活躍しており、セミナーなども開催しているということです。 2. 阿木燿子。2人目は作詞家や女優、小説家やエッセイストとして活動している阿木燿子さんです。宇崎竜童さんと結婚後、彼の率いるバンドダウンタウンブギウギバンドのために書いた曲「港の陽子横浜横須賀」で作詞家デビュー。その後も宇崎さんと共に山口百恵さんの曲の作詞作曲を手掛け、百恵さんの黄金時代を支えました。また女優としてドラマや映画にも出演、出演作は多くないですが、大胆なラブシーンも演じて慣れた肉体を披露、独特なスローテンポと相まって大人の女性を演じてみせました。さらに作家としても多数の著書があるなど、多才ぶりを発揮。2006年には映画「短歌」で初脚本初監督を務め、同年紫綬褒章を受賞しています。近年はライフワークとして近松門左衛門の「曽根崎心中」とフラメンコを融合させたステージフラメンコ曽根崎心中の公演をプロデュースし、上演を重ねているとのこと。その他、エッセイストや小説など幅広い活動を続けています。そんな阿木さんは1981年6月号の写楽で篠山さん撮影のもとヌード写真集を刊行しました。3、石井恵。3人目は元女優で現在は政治家として活動している石井恵さんです。大学在学中、自主制作映画に出演し賞を受賞したことで、1979年の映画で女優デビュー。1980年には大ヒットしたドラマ「噂の刑事トミーと松」に出演し、自身の代表作となりました。1984年にはバラエティ番組「俺たちひょうきん族」に1984年から出演したことで人気を博しました。そんな石井さんは23歳の時に篠山さん撮影でヌード写真集「そっと」を刊行。篠山さんが死去したことを聞き、石井さんは自身のブログで当時のことを振り返っています。写真集の撮影は2泊3日の軽井沢で撮影されたとのこと。写真を撮られることが苦手で笑顔も作れない石井さんに、無理に笑わなくていいと優しく見守ってくれたそうです。その後もたわいのない話をするうちに、撮られていることを忘れたと話しています。撮影されることも笑うことも苦手な石井さんをその気にさせ脱がせてしまった篠山さんは、やはり巨匠と呼ばれるべき人物だったことをつくづく実感させられますね。この時のことを石井さんは宝物だと話しています。4、石田恵里。4人目は女優の石田恵里さんです。1976年にスターチャレンジのアシスタントを務め芸能界デビュー。1978年にはドラマの初出演し、同年「翼は心をつけて」でスクリーンデビューも果たしています。高校卒業後は数々のドラマに出演し、1981年に出演した映画「遠雷」で豊満な肉体を披露。この作品で日本アカデミー賞の主演女優賞と新人女優賞を受賞しました。
その後も女優一本で活躍し、2005年の映画ジーナ・ケーでは40代半ばにしてストリップも披露しています。2021年には日本の活躍だけではなく、映画ジ・愛情漆黒のスネークアイズでハリウッドデビューも果たしました。そんな石田さんは1997年に篠山さん撮影でヌード写真集1979 Now を刊行。撮影当時石田さんは19歳で、サイパンで撮り下ろししていた未公開のカラーヌード写真が多数掲載。それから17年経過した後の石田さんをタヒチで撮り下ろしたモノクロームの世界が掲載されており、篠山さんならではのクオリティの高い写真を二巻にまとめています。鮮烈なまでの肉体の告白は他のヌード写真集の追随を許さない作品性高さで、女優の石田さんの存在感を存分に知ることができる一作です。5大竹しのぶ。5人目は女優の大竹しのぶさんです。 NHK 連続テレビ小説の出演で国民的ヒロインとなり、さらに明石家さんまさんと結婚したことでも大きな話題になりました。そんな大竹さんはデビュー当時、素朴で清純派のイメージがありましたが、17歳で早くもう濡れ場を演じ、20歳の時には映画で豊満なバストトップを披露するなど、大人のエロティシズムを匂わせる演技は女優ヘド躍進を遂げたのです。そしてさんまさんと離婚した翌年の1993年に篠山さんの撮影で初の部屋写真集ライト・オブ・ザ・ダークを刊行し、全編ほぼモノクロの写真ではあるものの、快楽に身もだえる仕草のショットを披露するなどして大きな話題を呼びました。この写真以来、篠山さんとはたびたび仕事で交流しており、2017年の22歳の時に大竹さんが演じたミュージカルの再演を行った際には、ポスター撮影を担当した篠山さんから今でもできるんじゃないとしっかり持ち上げられ、出来上がった写真を見てふざけるなと切れたエピソードを明かしたり、また2019年には娘の今るさんと共に愛犬をテーマにしたポートレートを篠山さんが担当しました。6荻野目恵子。6人目は女優の荻野目恵子さんです。映画南極物語で脚光を浴びると、バラエティ番組の司会も務める新進若手女優として一躍有名になりました。そんな荻野目さんは1995年に篠山さん撮影の写真集ブリージーデー忘れた日を出版し、さらに1998年にもアクシデンツシリーズ2でトップレスを披露して話題に。もっとも荻野目さんはそれ以前の1992年に過去に愛人関係にあり、荻野目さんの自宅で自ら命を絶ってことで大きなスキャンダルとなった映画監督の河合義孝さんが生前に撮影したトップレスとアンダーヘアを披露したセクシーな写真集を発売して30万部を超える大ヒットを記録していたため、他の女性芸能人のように篠山さんによる撮影は初脱ぎではありませんでした。衝撃的なスキャンダルに見舞われた荻野目さんですが、篠山さんも含め立て続けにセクシーな写真集を3冊も刊行したことや、映画テレビ舞台でも精力的に活動したことで再び女優として脚光を浴びて、見事スキャンダルからの復活を果たしました。7川上麻衣子。7人目は女優の川上麻衣子さんです。1980年のドラマ「絆」で女優デビューし、同年から出演した「3年 B 組金八先生」で人気を博しました。1981年にシングルを発表し、アイドル歌手としてデビュー。これまでに4枚のシングルと3枚のアルバムを残しています。1988年の映画「嬉し恥ずかし物語」で初主演を果たし、1994年の「天使のはらわた」でも主演を務めました。以降も多くのドラマや映画に出演しており、代表作には「青が散る」「牡丹とバラ」「天国の恋」などがあり、女優業だけではなく志村けんさん出演のバラエティ番組などにも出演していました。そんな川上さんは10代と30代の頃に篠山さん撮影で写真集を刊行。当時は写真集は出さないと決めていたそうなのですが、樋口かな子さんや手塚さとみさん
など同じ事務所の先輩が篠山さんに撮影してもらっていたため、川上さんも撮ってもらうことにしたそうです。ヌード写真については公表しないという約束で撮影したということですが、その姿を見た川上さんの父親が作品として素晴らしい、世に出さないなんてもったいないと感銘を受けたことをきっかけに出版が決まったとのこと。34歳の時、篠山さん再会した際、当時は修正をかけなければ出版できなかったけれど、今はヘアヌード解禁の流れにある10代で撮った写真を修正なしで発表させてほしいとオファーを受けたといいます。そして今の川上さんの姿も撮ろうということになり、フランスで撮影したそうです。2度目の撮影の際には、今も美しい、いけるねと言ってくれたという篠山さん。篠山さんが死去したことを悼んで、集中力のすごい方でしたねと偲んでいました。8、岸本佳代子。8人目は女優の岸本佳代子さんです。1977年のドラマ「ムー」でデビューした岸本さんは、歌手としても「北風よ」などをリリースしました。1980年には「雪まろげ」でゴールデンアロー賞演技部門新人賞、さらに日本アカデミー賞新人賞も受賞しています。1980年代以降は富士フィルムでのキキキリンさんとの掛け合い漫才の CM に出演し、それなりに映しますは流行語になりましたね。それ以降は北野武監督作品には欠かせない女優となり、代表作は花火、菊次郎の夏などがあります。花火では第22回日本アカデミー賞優秀主演女優賞を、菊次郎の夏では第23回日本アカデミー賞最優秀助演女優賞を受賞しました。そんな岸本さんは1980年に篠山さん撮影のもと切り抜き雑誌内でヌード姿を披露。その後も篠山さん撮影ではないですが、真昼というヌード写真集も刊行しています。9、栗田博美。9人目は元モデルや女優として活動した栗田博美さんです。中学1年生の時に公開番組を見学に行ったことをきっかけにスカウトされ、 CM モデルデビュー。その後に篠山さんの目に留まり、モデルとして一気に脚光を浴びました。1972年には巨匠大島渚監督の作品「夏の妹」の主役に抜擢され、再び注目を集めることに。さらに歌手の井上陽水さんも栗田さんをモデルした曲「いつの間にか少女は」を作ったのです。以降テレビや雑誌、グラビアで大活躍して人気アイドルになりました。そして1974年10月には雑誌で篠山さん撮影のもとセミヌードを披露し、全国の男性ファンを KO しました。その1年後、人気絶頂中だった栗田さんのインタビューが掲載されましたが、当時の栗田さんはまだ17歳でした。私が芸能界に住んでいるって不思議な感じだったの。馴染めなかったのね。なんか妥協しなければいけないところがあるでしょう。嘘も方便みたいなところが嫌だったの、と語っています。女優としての将来については舞台をやってみたいと話していました。その後も多くのドラマや映画で活躍していましたが、1980年の大晦日で引退。翌年には一般男性と結婚し、完全に芸能界から身を引きました。70年代を疾走した特別的な存在の栗田さんにはふさわしい潔い引き際だったと言われています。10、黒柳徹子。10人目は女優でタレントの黒柳徹子さんです。 NHK 専属のテレビ女優第一号として活躍後、文学座研究所やニューヨークのメリーター再演劇学校などで学んでいます。それがきっかけで多くのアメリカのテレビ番組に出演し、タイムズ、ニューズウィーク、ニューヨークタイムズなどに日本の代表女性として紹介されました。日本に帰国後も女優やタレントとして活躍し続け、今もなお放送されている「徹子の部屋」は50周年を迎え、同一司会者によるトーク番組の最多放送世界記録保持者として記録更新中です。そんな黒柳さんも1968年に男性誌のグラビアで篠山さん撮影によりヌード写真を披露した一人。当時の黒柳さんは35歳でした。
篠山さんはその前年、国立劇場で上演された舞台「8人の女」でヌードダンサー役の黒柳さんが劇中でセミヌードになる場面を見て、ぜひヌード写真を撮らせてほしいと依頼してきたといいます。実際にその掲載誌を見ると、バストトップも見せていないソフトなものだったそう。金髪のウィッグをつけた黒柳さんは女優そのもので、舞台のワンシーンを思わせるドラマチックで躍動感あふれるものとなっていました。この写真集を見た黒柳さんは、ある一枚の写真を最高の出来栄えと称えています。その写真とは、白いダチョウの羽の扇子で胸を覆った彼女が飛び上がった写真で、それはスタッフたちが黒柳さんの両側から紫色と白色の羽をたくさん飛ばしたところ、偶然その中の一枚が黒柳さんの下腹部から太ももの前に来た瞬間を捉えたものでした。この一枚について黒柳さんは、ひらひらと舞う羽の中に飛び上がっているほとんど全裸の私は、健康でちょっとイカれてる感じで、生き生きとしていて悲しそうでもあり、とてもいい写真だったと振り返っています。11、佐藤珠緒。11人目は女優でタレントの佐藤珠緒さんです。1988年にオーディションで準グランプリを獲得し芸能界入り。1993年に TBS の夏のキャンペーンキャラクターに起用されて注目され、グラビアアイドルとしても人気を博します。そんなグラビアアイドル絶頂期に雑誌で篠山さん撮影のヌード姿を披露。綺麗なピンク色をしたバストの先端を披露しており、当時は円形 DVD メーカーからも1億円のオファーがあったと言われるほどだったといいます。1995年には超力戦隊オーレンジャーで女優デビューし、同作の劇場版で映画初出演。1996年に初代ミニスカポリスに抜擢されブレイクし、元祖ぶりっ子タレントとして人気を確立。1997年からはスーパー競馬のアシスタントや司会に抜擢され、2002年まで勤めました。1998年にはドラマ「走れ公務員」で連続ドラマに初出演し、以降も連読みドラマに出演するなど女優として活動。現在は主にタレントとしてバラエティ番組を中心に活動しています。今50歳になった佐藤さんですが、当時のような美しいバストを再び披露してほしいという声が上がっているそうです。12、杉田かおる。12人目は女優でタレントの杉田かおるさんです。5歳の頃から劇団に所属し、1972年にドラマ「パパと呼ばないで」デビュー。この作品での演技が評価され、天才子役として注目を集めました。その後ドラマ「3年 B 組金八先生」で妊娠する中学生役を演じ、大きな話題を呼ぶことに。この役柄は杉田さんのキャリアにおける重要な転機となり、再び多くの注目を集めるようになったのです。続けて1980年にはドラマ「池中玄太80キロ」に出演し、ドラマは大ヒット。挿入歌として杉田さんがリリースした「鳥の詩」も大ヒットし、3度目の話題を集めることに。その後はしばらく女優業が低迷しましたが、1981年に「青春の門」でスクリーンデビューを果たしています。そして1998年に篠山さん撮影による自身初のヘアヌード写真集「女優ごっこ」を出版。同写真集では17歳時に撮影したヌード写真と、34歳を迎えるにあたって撮り下ろした絵アヌード姿を披露したことで話題を呼びました。これまでに複数回ヌード写真集を出版していたこともあり、抵抗はなかったと後に語っています。2000年以降はそれまでほとんど出演しなかったバラエティ番組にも出演し、毒舌かつ破天荒な私生活を惜しげもなく語るキャラが人気となり再ブレイク。現在はテレビに出演する機会は減っていますが、 YouTube などで私生活を披露し、今現在の姿をリアルに投稿しています。13、大輝優。13人目は女優で声優の大輝優さんです。1984年に宝塚歌劇団に入団し、星組に所属。劇団の看板作品「ベルサイユのバラ」でオスカル役を演じ人気を集めましたが、
1990年に退団しています。以降フリー女優としてドラマなどで活躍しました。また劇団で培った美しい発声を生かし声優としても活躍。そんな大輝さんは1999年に篠山さん撮影の大輝優篠山鬼神アクシデントシリーズ9を刊行。ヌード姿を披露しましたが、さすがのスタイルで世の男性を魅了しました。そんな大輝さんは現在フィットネスクラブや新体操クラブの講師を務めるなど多忙な毎日を送っているということで、芸能活動は休業中です。14手塚さとみ。14人目は女優の手塚さとみさんです。8歳の頃からジュニアモデルとして活動し、中学1年生の時にユニチカの2代目マスコットガールとなり芸能界入り。当初はグラビアモデルとして活動し、さまざまな雑誌などに掲載され知名度が上昇していきます。1976年には歌手デビューも果たし、2枚のシングルと1枚のアルバムを残しました。1978年の映画「正午なり」で女優デビューした手塚さんは、1981年にドラマ「家庭ってなーに」でドラマ初出演。1982年の朝ドラ「ハイカラさん」のヒロインに抜擢され大ブレイクを果たしました。以降は女優業が中心となり、代表作に「風呂沿いのリンゴたち」や「男女7人秋物語」もう涙は見せないなどがあります。そんな手塚さんは20歳になる前に、小学生のジュニアモデル時代からお付き合いがあった沢渡作さんにヌードモデルを撮影してもらっています。その後週刊朝日の表紙の撮影で篠山さんと初めて会った際、沢渡だけずるい、僕にも撮らせてと言われ、1982年に4色の花火を刊行しました。脱ぐことにためらいはなく、記録として残したかったと明かしています。篠山さんの死去を受け、当時の撮影秘話を以下のように語っています。沢渡さんの写真とは違う、静かに燃える炎のようなものが写っていました。撮影中も篠山さんはずっと喋りっぱなしで、巣を取るというよりも眠っているものを引き出そうとしてくる。それも結構強引で、私はそれを押し返す。でもその応酬が楽しいんですよね。撮影は1年通しで行われ、夏には浴衣を着て中野単線列車に乗っていたら、篠山さんが突然「ここで脱いだらシュールでよくない?」と言ったそうです。結局言われた通り、運転士さんの背を背景に裸でつり革を持った写真になりました。冬には裸で雪にうずもれて撮影したそうで、雪ってあったかいんだなと思ったことを鮮明に覚えていると明かしています。そしてようやく4色の花火が世に出ると大きな話題になりました。これ以降手塚さんがヌード写真集を出版することはなく、現在においても女優業を邁進されています。15中村久美。15人目は女優の中村久美さんです。高校時代に雑賀明主催の養成所に通い、草燃えるでデビュー。ピアノを3歳から習っていたこともあり、ドラマ「お宮さん」に出演した際にはピアノも披露しています。そんな中村さんは20代の頃に2度ヌード写真集を出版しており、その一つである「写楽」は篠山さん撮影によるものでした。現在でも女優として活動しており、直近では第45回横浜映画祭助演女優賞受賞や大阪シネマフェスティバル2024助演女優賞を受賞しています。16名取裕子。16人目は女優の名取裕子さんです。ドラマ「3年 B 組金八先生」って一躍有名になり、その後映画「序の舞」や「吉原炎上」でトップレスを厭わない体当たりな演技が話題になりました。そんな美ボディを惜しみなく披露することで人気だった名取さんは、1989年に篠山さん撮影で写真集「明日嵐が来る」を刊行し、改めて美しいバストを披露するだけでなく、アンダーヘアまで惜しみなく披露しました。名取さん自身美ボディを大胆に露出することに全く抵抗がなく、映画「吉原炎上」で主演を務めた際には、女郎をやるのにいちいち裸を嫌がってもしょうがないでしょうと名セリフを吐き、
濃厚なレズシーンを演じました。映画の原作者も名取さんのあまりに美しすぎるバストに、胸なんかきっとしていて、実に美しい体ですね、と絶賛したといいます。17、樋口かな子。17人目は女優の樋口かな子さんです。大学1年生の在学中にアルバイトをしていたあんみつ屋でスカウトされたことをきっかけに、20歳の時にポーランドテレビ小説「コオロギ橋」で主演デビュー。当時は清純派で売り出したのですが、21歳の時に映画初出演となる「戒厳令の夜」でヌードを披露して反響を呼びました。以降、北斎漫画や「卍」「ベッドタイムアイズ」などの映画で「濡れ場」もいとわない大胆な演技で話題をさらい続けることに、どんな役にも果敢に挑戦してきた理由を後に彼女は「とにかく負けん気ですね」と説明しています。1991年には映画「かげろう」で主演に起用され、日本の女優として人気を確立。それと同時期に篠山さんによる写真集「ウォーターフルーツ」を刊行しました。篠山さんとは20代初めにも写真集出しており、当時は写真集にする予定もないまま、そろそろ新しい写真をということで撮り始めたそうです。出来上がった写真を見た時、樋口さんはその迫力に驚き、最初は言葉が出なかったと言います。そしてその写真を本にしたいと言われ承諾しました。この時撮られたヌードには、それまで日本ではタブーとされていた部屋が写っていただけに、マスコミではセンセーショナルに取り上げられましたが、写真の出来栄えに対する自信は揺るがなかったといいます。まさに樋口さんの写真集が事実上のヘアヌード解禁とされ、社会現象を巻き起こすほどの注目を浴びたのです。これをきっかけに、以降さまざまな女性芸能人はヘアヌード写真を出版するようになりました。篠山さんが逝去した際、樋口さんは篠山さんとの現場はいつも何かに挑んでいて、とても面白い時間でした。自分を一番綺麗に撮ってくださったのは篠山さんだと今も思っています、と痛みました。18、水沢亜希。18人目は元モデルで女優やタレントとして活動している水沢亜希さんです。中学生の時から所属していた劇団でスカウトされ、1972年10月にデビュー。その後ドラマ夏に来た娘に主演で出演しました。1973年には歌手デビュー。1975年からは人気クイズ番組「連想ゲーム」にレギュラー出演し、その美貌と頭の回転良さで人気者に。デビュー当時からグラビアモデルとしても活動してきましたが、長らく露出は水着やセミヌードだけで、映画でヌードを強要されたら引退すると公言していたほど、ヌード姿に嫌悪感を示していたといいます。しかし1986年に劇者のグラビアで初ヌードを披露して以降、2011年公開の映画「優しい手」で性風俗関連特殊営業種の女性従業員役で初のヌードシーンを演じたのです。かたくなにヌードになることを拒んでいた水沢さんですが、1975年に篠山さんに撮ってもらったグラビアは強烈なインパクトを放ち、人気が沸騰。グラビア最大のスターに成長し、元祖グラドルと言われるように。その後23歳の時に再び篠山さんとタッグを組みヌードになりました。ヌードになった理由は、今の私を残しておきたいと思ったためで、最初はほんの数枚だけだったそうです。その2年後の35歳の時にも再びグラビアを撮ることになり、当時は脱ぐ予定はなかったとのこと。しかも水沢さん自身の乗り気ではなかったため、撮影でも笑えない、泣いてしまうなど大変だったとのこと。しかし篠山さんは、もし気持ちが戻ってきたら再会しましょうと寄り添ってくれたと言います。結局その時は気持ちが戻らず、一人で勝手に帰国しました。吹っ切れたのは30歳の時で、女優として生きると覚悟を決めたことで迷いも消え、篠山さんに自ら写真を撮ってもらうことを申し出たといいます。過去の自分とは別人のようにのめり込み、篠山さんが描いた芸術的な世界観を全身で表現できたそうです。その翌年に刊行された劇者文庫
水沢亜紀の情熱はベストセラーとなりました。その後は再び篠山さんの撮影で週刊ポストに登場、150万部完売となった伝説の合併号で関東を飾るなど、グラビアの女神として君臨したのでした。子供が生まれてからの40代にも2度ヌード写真を発表。バストは下がっており、顔にも年齢が刻まれていましたが、母乳で育児をして子育てを頑張りている証だと堂々とさらけ出しました。そして65歳には篠山さんの撮り下ろしによる最後の作品を発表。そんな水沢さんは篠山さんとの出会いについて、先生の作品がなかったらきっと女優として終わっていたと語っています。青春派や連想ゲームの知的女優のイメージだけでいたら、脱皮のきっかけもなく長続きはしなかったと思います。笹山先生が別の顔を世に出してくださったから幅が広がって今がある。ここまで女優水沢亜紀を作り上げてくださいましたと笹山さんを忍びました。19宮沢りえ。19人目は女優の宮沢りえさんです。14歳で三井のリハウスの初代リハウスガールに抜擢されたことで一躍トップアイドルの一人となり、同時期に活躍していた後藤久美子さんと双璧の人気を誇っていました。そんな人気絶頂期の18歳の頃に篠山さんによるトップレスやアンダーヘアを大胆に露出した写真集サンタ FE を発売。当時の日本ではアンダーヘアを修正せずに写している写真集は稀有だったこともあり、発売前から大きな写真現象となり、発行部数155万部のベストセラーに、日本における芸能人写真集の売上部数として未だに記録が破られていません。後に篠山さんがラジオ番組で語ったところによると、当時の篠山さんは女優や女性タレントに会うと脱いでみますと社交辞令のように口にしており、宮沢さんに対しても社交辞令のつもりで言ったところ、宮沢さんの母親が連休明けかな取るんだったらと答え、当時の宮沢さんの仕事は全て母親が決めていたため、撮影の話は宮沢さん抜きで進んでいったという経緯を明かしています。そして宮沢さんのような美しい処女の少女を撮るのだから、写真の聖なる場所で撮ろうと思い、世界的写真家スティーグリッツが作品を制作していたサンタフェで撮ることになったのです。しかし撮影時の宮沢さんの年齢が17歳だった可能性が浮上し、国会において児童ポルの禁止法をめぐって大きな議論を巻き起こし、その影響で宮沢さんの写真集は価格が高騰、オークションでは3倍の値段で取引されることになりました。同時に宮沢さんの影響で若手女優が次々と脱ぐアンダーヘアブームを巻き起こすことに。なお、この伝説の写真集は現在もネット上では1万近い価格で売買されています。20森下愛子。20人目は女優の森下愛子さんです。高校在学中にスカウトされたことでモデルデビューを果たすと、その抜群のルックスでアイドル的な人気を博し、その後は大河ドラマで演技の才能を発揮したことで一躍国民的女優に上り詰めました。そんな森下さんは1997年出演の映画で見返りバックショットの脱ぎポスターを披露し、それが街の至る所に貼られては盗まれるという70年代の映画シーン最大の事件が起こり、さらに1978年には映画サードで白いバストに汗が滴る描写が話題となりました。そんな男性から絶大な人気を博していた1981年に、篠山さん撮影で待望の美ボディ写真集「海へ、私へ」が刊行されました。写真集の中では可愛らしいお椀型のバストを惜しみなく披露し、さらにアンダーヘアは処理した後だったため、光で下半身を隠すというショットでも大きな話題に。映画ライターは当時を振り返り、森下さんは色白の持ち肌で程よい大きさの美しい胸は絶品だったと評しています。21山口百恵。21人目は歌手と女優の山口百恵さんです。伝説のアイドルである山口百恵さんは花の中3トリオの一人として絶大な人気を博し、数多くのヒット曲を世に送り出したほか、映画女優としても高く評価されていましたが、
デビューからわずか8年で俳優の三浦友和さんとの結婚を機に人気絶頂の中、惜しまれながら芸能界を引退しました。そんな山口さんはデビュー当時から被写体として篠山さんが何万枚も撮り続け、たびたび印象的な写真を発表して注目を集めていましたが、1978年にリリースしたアルバム「曼珠沙華」のジャケットではトップレスの写真が採用され、当時のトップアイドルが際どい写真を披露したことでファンに大きな衝撃を与えました。当時のプロデューサーが後にインタビューで語ったところによると、あるスタジオで隅にカーテンを引いてその空間の中で撮影を行っており、篠山さんの「もっとぐいっと挑んで」という声が聞こえたため、うまくやっているかなと思ってカーテンを開け蹴って覗いたところ、そこには衣服を脱ぎ捨て上半身を全てあらわにした10代の桃江さんがカメラに向かって挑んでいる真っ最中だと明かしています。どんな女優でも心を開かせる篠山さんの手腕は有名だったものの、プロデューサーは脱ぐとは聞いていなかったため、まさか桃江さんを脱がすとは思わなかったと当時を振り返って語っています。結果的に写真が採用されたアルバム「曼珠沙華」は完成度の高い傑作となり、桃江さんのアルバム史上最大の売り上げを記録しました。22、山本夏子。22人目は女優でタレントだった山本夏子さんです。高校2年生から児童劇団に所属し、卒業後の18歳の時に日活ロマンポルノでデビュー。1983年公開の映画「セーラー服百合族」から1984年7月の映画「OL 百合族19歳」まで約1年の間に日活映画8作品に出演し、看板女優の一人として活躍しました。1984年には「フォーライフ」からアルバムを発表し、歌手デビューも果たしています。しかし1988年の結婚を機に女優を引退。その後離婚を経てアロマテラピーサロンを主催。2005年に女優に復帰し、映画「神の左手悪魔の右手」に出演しました。そんな山本さんは1986年に篠山さん撮影で「夏子の冬」を刊行。もともとロマンポルノでデビューしていたことから、ヌード写真集を出版することには抵抗がなかったようです。現在は何をされているのかは分かっていません。いかがでしたが、今回は篠山紀信さんに脱がされた女性について紹介してきました。意外な人物がヌード姿を披露していたことは驚きですが、誰でも脱がせてしまう篠山さんの力にも驚かされます。巨匠と言われた篠山さんの活躍をもう見ることはできませんが、篠山さんが残した作品は今後も傑作として残されていくでしょう。